こんばんは。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 声が聞こえてないですよ。こんばんは。お疲れ様こんばんは。お疲れ様でーす。こんばんは。なんか新オフィス感がありますね。いつもなんか参謀みたいな背景だから。ああ、確かに。基地っぽかったもんね。あ、ですよね。マシンが変わったんで、背景今持ってないんですよ。ねえ、シーンが変わった？マシン。あ、マシンが変わった。あ、なるほど、なるほど。そっか。あ、福井さん、こんばんは。かわこんばんは。りよろー。しくお願いしおます。願いお願しいしまます。す。ということで、21時になりましたので、こっちに画面持ってこよう。大丈夫ですかね。私、きちんと共同ホスト自分で持ってる。持ってるそう、ね。手放す。OK。いや、実はこっち側にあるノートパソコンは WP ズームアップ君で。なるほど。あ、本当だ。しずみんがもう一人いる。そうそう、別に僕がいるんです。ということおお。で、とりあえずお揃いですかね。15人。多分参加登録が20、30人弱だったので、おそらくこんなもんでしょうっていうところで始めますか。25、15、12。うん、そうですね。はい。ということで、では始めさせていただきます。皆さんご参加ありがとうございます。まず、本日の流れとしまして、いつもとちょっと、いつもの WP ズームアップと、感じが違って、お品書きのページとかは全然ご用意をしてないんですけれども、まず、初めのご挨拶と、黙々会って何っていうのを合わせて3分ほどお話しさせていただければな、というふうに思っております。で、よいしょ。違う。よ。あ、全画面になった。困る。そういうことされると困る。いや、よ。これでいっちゃいます。ダザンと。見えてますか？こんなもん。見えてます。バッチリです。これで。ちょっともうこのままいきますね。すいません。WP ズームアップ67回目です。黙々会をやっていきたいと思います。まず、WP ズームアップとは何かということを説明させてください。主にワードプレスについてのオンライン勉強会をしています。毎月セッション会や座談会、黙々会、ワークショップなど、月にほぼ2回ほど開催しています。今回は黙々会をしていきたい。あ、会の字が違う。会をしていきたいと思います。ないねー。悲しい。あ、タズさんだ。こんばんは。あ、こんばんは。声が出せない。お子さん寝てるからか。あ、そっかそっか。お疲れ様です。どうもってチャットに書いてくださいましたね。よろしくお願いします。そうか。なんかこのメイン、ズームのメインルームはワイワイ話しながら作業するお部屋で、集中したい場合はブレイクアウトルームに集中部屋っていうのがあるんで、なんかそちらに行かれたら、そっちは私語厳禁部屋になります。で、もし込み入った、はい、ありがとうございます。なんか込み入った相談とか、録画されては困るお話とかは、金星、水星、火星という相談部屋があるので、そちらに誰かと一緒に 別部屋に行くというシステムになってます。空気読まずに雑談します。で、どうぞどうぞ、もちろん、なんかどうぞどうぞ、ここはめっちゃオープンな確か場にで静す。かだった。 集中部屋かのような感じですね。はい。ちょっと前に、ワードキャンプジャパンっていうイベントがあって、で、じゃん。はい、お願いしまはい。す。今日は、5.8の、ナイトリビルドを試しながら翻訳を、数個だけだったんですけど、やりました。あと、ブログの記事わあ、を素途中まで書き晴ました。らしい。おい、5.8、すげえ。まだ
翻訳できるので、ご興味ある方はぜひ。あ、はい、マジですか。まだ残ってるそうです。はい、コントリビュートをぜひ、はい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。次、私か。私、はい、仕事で溜まってたやつで、パンクズリストがめちゃくちゃなんか特殊な方式で出そうとしてるデザインが上がってたっぽいので、せこせことパンクズリストを出力するための機能を作っていました。めっちゃアレイリバースだとかアレイなんちゃらとか配列を使いまくっててちょっと混乱してました。ということで、ちょっとだけ進みました。はい。次、佐伯さんお願いします。僕は雑談がはかどりました。ちょっと、その、まあ、裏でちょっと仕事をしてたんですけど、ものすごい久しぶりに、マルチサイトの構築をしていて、で、その、子サイトの情報を、その親サイト、子サイト複数ある情報を、親サイトの方で出力するっていうのをやってて、あれこれで取れねえ、あれで取れねえっていうのをあれこれやってて、ちょっとまあいろいろやっぱそのこねくり回して出したりしてるのなので、普通にただ情報出すだけならまあいいんですけど、それをちょっとまだこねくり回した上で出すっていうのが、あれうまくいかねえな、あれなんか消えちゃったぞみたいな感じになってて、ちょっとハマっています。はい。私終わる前にちょっとみ今日初めて来てくださった方に、なんかどうやって、どうして来てくれたかとかいう話をちょっとだけ聞いてみたいなと思ってて、なんかどこで知ったんですか、WP ズームアップのこと。はい、作業進みました。途中ちょっと娘がまだちっちゃいんですけど、7ヶ月で、夜起きちゃって、そうなんですよ。ちょっと起きちゃって、寝かしつけにちょっと抜けてたんですけど、作業は、やりたいことは全部終わったのでよかったです。皆さんのお話も聞けて楽しかったし、眠くなる時間に眠くならずに済みました。ありがとうございます。あと、初めて参加された方になぜ参加されたかっていう、質問があったと思うんですけど、はい。いつも、フォントおじさんの回とか、ああいうのを、見る側でずっといて、なかなか、ちょっと勇気が出ずに、二次会とかは参加させていただいてないんですけど、はい、そのコンパスの方から、メールが飛んできまして、僕も一回やるよっていうことだったんで、気軽に参加できるっていうことで、来てみたら、つわものぞろいで。ちょっと、もう、すごいアウェイ感が半端ないですけど。ああ、そう、いやいや、もう。皆さん、いい人だと、すごく思ってますので、はい。参加しても大丈夫かなと思って、はい。見させてもらいました。ありがとうございました。いやあ、ありがとうございます。本当に、また、来てくださいね。もしよかったら。よろしくお願いします。お願いします。いやあ、でも、すごい、話が長くなりそう。また赤ちゃんがいるのにありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。